花江夏樹と日高里奈がお届けしています。さて今夜のトライバルスクエアはこの方に遊びに来ていただきました。それではどうぞ。こんばんは、ゆうきあおいです。よろしくお願いします。いや、お待たせしました。本当にとんでもない、うん、本当にダオさんもだいぶ待ってますからね。とんでもない。いや、おめでとうですよね。すごい熱い展開だったと聞いて。はい、あんま心こもってないけど、野球はそんなに、うん、全然、申し訳ないけど全然知らなくて、ちょっとまだ勉強中な感じ。勉強中ね、いやでもめでたかったからね。そうそう、盛り上がってはいたからね。暑かったね。暑かったんですよ。目が合わないけど大丈夫かな。でも9月にプチミレディでご登場いただいたばかりです。その時もね、野球が暑かったの。あ、そっか、そうだよね。毎回野球が暑い時に。私来ると野球暑くなるのかもしれない。そういうことか。それ持ってますね、もしかして。逆の展開あるかもしれない、これ。そろそろ勉強した方がいいかな、野球についてね。うん、いやでも本当なんかちょくちょく来てすいません。とんでもない、お邪魔します。ありがとうございます。花江夏樹と日高里奈がお届けしています。さて今夜のトライバルスクエアはこの方に遊びに来ていただきました。それではどうぞ。こんばんは、ゆうきあおいでーす。よろしくない。いや、おめでとうですよね。すごい熱い展開だったと聞いて。はい、あんま心こもってないけど、野球はそんなに、うん、全然、申し訳ないけど全然知らなくて、ちょっとまだ勉強中な感じ。勉強中ね、いやでもめでたかったからね。そうそう、盛り上がってはいたからね。暑かったね。暑かったんですよ。目が合わないけど大丈夫かな。でも、9月にプチミレディでご登場いただいたばかりです、ね。そう、その時もね、野球が熱かったの。あ、そっか、そうだよね。毎回野球が熱いときに。いや、お待たせしました、本当に。とんでもない、本当にダオさんもだいぶ待ってますからね。